SDKFZ231 は第二次世界大戦前に採用されたドイツの6輪重装甲偵察車である。1932から37年にビューシング、ナグ、マギルス、ダイムラーベンツの3社がそれぞれに無戦車型の SDKFZ232 を含め計123両が生産された。ドイツ語ではシュワー・パンザースポーガン SD。 KFZ-231 が正式名称である。本社の後継として同じ正式番号を持つ本格的な8輪重装甲車シリーズが作られ、こちらは SDKFZ-231 と呼ばれる。また本社をベースとした装甲無線車型である SDKFZ-232 及び SDKFZ-263 も生産された。ベルサイユ条約によって、 軍の装甲戦闘車両の保有を制限されたワイマール共和国時代のドイツでは、送輪走行車は警察のみが装備を許され、トラックのシャーシを使ったエアハルト走行車などが運用されていた。これらは任務や構造上、軍用として求められるオフロード性能は期待できるものではなかったが、運用し、経験を積むことができた。ナチス政権になる以前から、 ドイツ軍は再軍備に備え秘密裏に禁止されていた兵器の研究開発を始めていた。ビューシング、ナグ、マギルス、ダイムラーベンツの三社により10輪や八輪の本格的な重装工車の施策が進められていたが、1928年に製造が決定した頃には、世界強行の最中で予算が著しく不足する状況であった。このため安価で、 暫定的な車両が採用されることとなり、民間乗用車ベースの4輪式系走行車である、アドラー系 FZ13 系、民間向けトラックベースの6輪式重走行車である、SDKFZ231 系が開発された。これらも所詮は道路上で使う民間車両の改造であり、オフロード性能は熱悪であった。しかし6輪重走行車は、 同時期の他国の走行車に比べ洗練されており、傾斜した 8mm 厚の走行が溶接接合で組まれているなど、後の8輪重装甲車シリーズの車体デザインに影響を与えている。また武装も密閉式小型砲塔内に 2cm、KWK30 機関砲及び 7.92mmMG13、角一丁と同程度であった。トラックベースであるためエンジンは、 車体前方にあり、ラジエーターは、格子上、後に開閉可能なシャッター式の走行で守られていた。暫定的な走行車である本車は、製造した3つのメーカーそれぞれの民間用6輪トラックをベースにしており、一見よく似てはいるが、車体長や細部の異なる3種類が存在、しかし特に形式名は分けられていない。どれも、全2輪で、ステアリングで走行し、 後部の四輪だけで駆動した。前後のタイヤの間が広く、オフロードで突部に乗り上げて、行動不能になるのを防ぐため、一部の車両には、車体下部に空転するローラーが付けられていた。また後の八輪重装甲車シリーズと同様、後部にも操縦席が設置されていて、車体の向きを変えずに急速交代できた。乗員はどれも4名であった。ダイムラーベンツ車線。 G3R 型シャーシホイールベース長3メートル。1932年から重装甲無線車型を含め31両が生産された。ビューシングナグ社製。G31P 型シャーシホイールベース長2.71メートル。1933年から1935年までに重装甲無線車型を含め約50両が生産された。マギルス社製。 M206P 型シャーシホイールベース長2.5メートル。1934年から重装甲無線車型を含め40両弱が生産された。これらの車両は機械化偵察大隊に配備され、徐々に後継の SDKFZ231 に置き換わっていったが、フランス戦の頃までは第一戦でその姿を見ることができ、またその後も広報任務に用いられた。 ありがとうございます。